ダンバラ南第5公園園内にはかつて使用された南ダンバラの駅名板などモニュメントが設置されているが駅の跡地とは異なる場所に位置する。1945年アメリカ軍作成の広島市地図。この地図では女子諸行前ステーションと東ダンバラステーションが確認できる。南ダンバラ駅はかつて 広島県広島市段原山崎町にあった日本国有鉄道宇品那線の旅客駅である。この項目では早期に廃止された近隣の東段原駅についても扱う。第二次世界大戦前宇品那線の一般旅客営業を委託されていた芸美鉄道によって新設、開業された。戦後の一時期は沿線への観光庁移転に伴う輸送力の向上を図るため、 行き違い駅の機能が有していたこともある。利用者の多くは、近隣の学校への通勤、通学客であり、1960年代に入って、利用者数の減少が問題化すると、1972年4月に廃止となった。1980年代以降の段原地区、再開発事業の進行によって、線路や駅施設が完全に撤去された上、街路や区画が、 当時のものと若干変更されているため、近辺に設置されたいくつかのモニュメントを除けば、当時の名残はほとんどない。警備鉄道は1930年12月、宇治那線におけるガソリンカーの運行を開始した。これ以降、警備鉄道により宇治那線に新設、開業された旧駅の一つが南丹原駅であり、開業は1931年3月、 広島駅から1 8トルの地点に位置し、開業当時に全駅であった東段原駅、自駅の上大賀駅との駅間距離は、それぞれ 0.4km、0 9トルであった。開業時の駅名、女子商業前停留場は、近隣に立地する広島女子商業学校に由来するもので、1937年7月の、警備鉄道国有化に伴って、 所在地近辺の地名に由来する南段原駅に改称された。南段原駅は第二次世界大戦中の燃料事情から一部の駅が営業を休止する中存続し、1945年8月6日、原爆投下により市中心部が壊滅すると比較的被害の小さかった南段原駅から宇品駅までの区間でピストン運行を行い、 負傷した多くの被爆者を軍による救援活動の中心であった宇品地区まで輸送する役割を果たした。しかし、敗戦直後の1945年9月、枕崎台風による水害で大須口駅南側の沿行側橋梁が流出すると、その掛け替えにより宇品線のルートがやや東に移動したため、南段原駅構内の線路も若干東寄りに移設された。 第二次世界大戦後、広島県庁舎をはじめとする観光庁が、原爆被災により、宇品線沿線の霞地区に移転すると、宇品線を利用する通勤客が急増し、当時唯一の行き違い駅であった、片井川駅の列車交換だけでは利用者をさばききれなく、なることが予想されたため、 1947年8月には、南段原駅構内にも行き違い施設が設けられ、列車の増発が図られた。しかし1956年4月に県庁が現在地の元町に移転するなど、観光庁が宇品線沿線から市中心部へと転出する動きが始まると、宇品線の利用客も減少し、このため1958年2月のダイヤ改正以降、 南段原駅の行き違い施設は撤去された。南段原駅の利用者は、広島女子商校など、近隣の学校への通勤、通学者が多数を占めたのに対し、地元住民は戦後発達したバス網を利用して、直接市の中心部におむき道線を利用すること、ほとんどなかったため、 1960年代に入ると、利用客減少による宇品線の赤字路線化が問題となり、直接には1966年の新広島、バイパス開通に伴う宇品線との平面交差によって生じる交通渋滞を背景に、同年12月、状態が宇品間の旅客営業は停止され、同時に南段原駅も通勤。 通学客を中心とする定期の乗客の利用のみに限定されることとなった。以後、宇治線の旅客列車運行は平日、土曜に5往復、日曜、休日にはに往復に削減、平日においても午前の上りと午後の下りは、南段原駅を通過することになった。この時点で、広島駅からの所要時間は5から6分であった。 そして1972年4月、残る広島状態画館の旅客営業も停止された、ことで、南段原駅は廃止された。駅は、段原山崎町に所在し、プラットホームの構造は一面一線の短式片面、ホームと一階建ての駅舎は、線路の東側に位置した。駅の北側には、南段原踏切があった。 1945年9月の水害で線路がやや東に移設されたため、線路の西側には撤去された急線の跡地が、駅の廃止島で空き地として残っていた。また、戦術の通り1947年から1958年まで行き違い施設が置かれていたため、その期間には駅員によるタブレット交換が行われた。駅の廃止時点のもの。 駅の廃止時点のもの。なお、近辺の地域は1980年代以降の再開発事業により、外区が一変しており、当時の面影はほとんど残っていない。1972年4月の廃止後も、宇治な線自体は、宇治な4社協定線として早朝1往復の貨物列車の定期運行が行われたため、 鉄道線路の使用は続き、またホームなどの駅施設も、しばらくの間、撤去されないまま放置されていた。しかし、日中の列車の往来がなくなったため旧駅付近は、地元住民の通路、遊び場、家庭菜園などとして使用されていた。1986年4月の4社協定線、廃止後もしばらく線路は撤去されなかったが、 1990年代の段原地区再開発事業の本格化により、駅施設、線路など、完全に撤去され、雑草が生い茂る空き地となっていた。その後再開発の完了により、近辺の街路、区画が大きく変わり、駅跡地及びその近くの段原踏切跡も、含め現在はその痕跡は残っていない。旧、南段原駅近くにある、宇品線のモニュメントとしては、 段原南第5公園が、宇品線公園として整備され、当時の駅名表示板、線路の一部と道林、及び説明板が設置されている。同公園は、かつての宇品線沿線ではあるものの、旧南段原駅跡とは異なる位置にある。また、広島南警察署段原交番の東側に、隣接する両口には、石別宇品線記念にがある。この石踏みは旧。 南段原駅近くにあった旧段原中学校の正門前にあったものが2011年の同行移転を契機に移設されたものである。東段原駅は南段原駅と同様警備鉄道によって開業された駅の一つで開業時期は南段原駅より早い1930年12月30日。当初は東段原停留場と称されたが 1937年7月1日、ゲ美ビ鉄道国有化により停車場に昇格され、東段原駅と改称した。広島駅から 1.4km に位置し、開業時点では、全駅の大須口駅、次駅の南段原駅と、それぞれ 0.2km、0.4km の距離があった。宇治那線のルート及び駅間距離から見て遠行側に、 面する現在の南区段原四丁目級の付近に位置していたものと推定される。1943年10月1日、第二次世界大戦中の燃料事情により駅は営業休止となり、戦後も復活することはなくそのまま廃止された。ありがとうございます。